相手ののレレベベルルを努力してない自分のレベルまで、引き下げよううとすするっっていいい形で人が働いた場合嫌なやつになにま,いますからねででこれに、考えると、なんで、その人に対して嫉妬してるのか、例えば、兄弟間で嫉妬してるとしますその時に、まあ、例えば、容姿に嫉妬してるのか、持っているものについて嫉妬するのか、才能に嫉妬するとか、あとは、まあ、社会的な承認っていうか、親に愛されてるとか、学校で認められてるとかっていう、そういったものに関して、嫉妬してるっていうのは、一個一個上げていって、で自分が何 何について嫉妬していその中でどうにかなるものとどうにもならないものについてまず分けることが大事だと思うんですよね。まず生まれに関して嫉妬してたりとか、あとまあ容姿に関して嫉妬してたりする場合はもう考えたって意味がないことなんですよね。あの人の方が美人とかあの人の方がスタイルいいとかっていうことに関して悩むよりは可能な範囲で何ができるのかっていうあまりにもその気持ちが強いんだったらじゃあ何ができるのかっていうできる努力を探していくっていうことしかないじゃない第一段階はそうじゃ なないかなと思うわけで、すよねでで可能なな努力は何なんだってであの、相手はどういう行動をしているのか。相手がやっていて、自分はやっていないことはないのかって。もし、そんなに嫉妬してんだったら、相手は努力してるんだったら、相手と同じくらいの努力を自分がしてんのか。してなかった場合はきついんですよ。相手のレベルを、努力してない自分のレベルまで引き下げようとするっていう形で、人が働いた場合、嫌な奴になっちまいますからね。で、でこれに対して、一番わかりやすい処方箋としては、相手を称えるってことですよね。あいつも頑張ってる。あいつも 綺麗だ。あいつもかっこいいっていう風に口に出して言ってしまった瞬間に楽になっちゃうんですよね。で、これは僕なんかも自分よりも認められてる漫画家なんて死ぬ方で言いますから。だけど会って喋ってみると努力してるのよくわかるわけですよ。性格のいい奴がほとんどです。いい奴ばっかりなんですよ。で、いい奴が努力してるんですよ。<laughs> なんなら仲良くなったりするわけです。そうなるともう叩えるしか残ってないんですよ。あいつも頑張ってる。あいつも偉いってなった瞬間に知らなかった時よりもね、もう嫉妬心っていうのはだいぶ楽になっちゃうんですよね。自分のレベルがこれくらい っていいいうレベルの、えー、ランクがそもそもも高高人人ますすよよね誇り高き人たちですよ例えば音楽やるときに自分はジョン・レノンと同じレベルだって思ってる人がいたこれは大変ですよ。ジョン・レノンの作ったものと同じレベルのものが自分が作れるかってところと戦わなきゃいけないから、もうえらいしんどいし、あれだけの名声を得ることができるかっていうと、そういったこと全てと比較しなければいけないんで、これはジョンをやっつけるなんていうと、相当な自己肯定感が強いっていう証明になるんですよね。ここが面白いところで、 誰に嫉妬してるかっていうところがその人の自己肯定感のレベルを証明するっていう同時にこういう自分であるはずだもしくはこういう自分になりたいっていうビジョンがそこで分かるところありますよねだからすっごく憧れてる人がいてその人にすっごく嫉妬している俺もそいつみたいになりたいって思ってるとありたい自分っていう理想のビジョンの具体的イメージとして嫉妬の対象がそこにあるってこれすごく分かりやすくいいと思うんですよね、まあ、僕が例えば手塚を ななるるんてて言ってた時期あるだいぶ頭がおかしかったんですけど、だいぶ頭がおかしかったのが何が良かったかっていうと、手塚先生がこんだけ書いてんだから俺もこんだけ書くっつって書くわけですよね。まあ、おっつくわけないですよね。向こうの方が何千枚も書いてるわけなんで、あの子供の時からずっと書いてるんで、もう僕がいくら頑張ったって追いつかないんですけど、でもそれって、無謀に見えるけど、悪くない努力なんですよね。手塚先生が火の鳥書いてるから俺は水の鳥書くっつって、もうね、気持ちは同等っていうかね、だいぶいかれてるんですけど、このセッティングはこういいんですよ。 手塚先生っていうイメージモデルがまずあるから。で、そして手塚先生はこういう風うにしちゃったけど、俺はしないなみたいなところもあるんですよ。だから手塚イメージの中から、俺だったらこうするなっていう別のものが足されていくっていうか、ここに本来自分が目指そうとしているもののオリジナルみたいなものが生まれる、格になるところが生まれる。むしろこういう風うにやるって言った時にオリジナルな自分がスタートするわけです。だから、憧れの対象がいたら、まずそいつに向かっていくわけ。で、そいつを批判するんだよね。それは どんなビッグな人間でもいいんだよね。どんな偉人でもいいんだよね。お前は最高だだけどここが良くない。だから俺はそこを直したようなもっとすごい奴になるみたいな設定で良くって。これはもはやだいぶ行かれた人の話ですけど、こんな風にして自己実現してったっていうかね、成長してった人たちもいるんじゃないかなと思うわけです。